チブチです。今日は入力を間違えたときに素早く修正する方法をお話します。素早く修正する方法なんですけども、知っている人は当たり前にできている方法なんで、超初心者の方だけにお話ししたいと思います。その方法とはバックスペース、こちらのバックスペースというキーを使う方法になります。入力した文字、間違えて入力した文字を消すことができます。方法は簡単です。先ほど説明したように、こちらとこちらホームポジションが確保できるように木工用ボンドで印をつけてもらったと思います。それと同じようにこのバックスペースにも木工用ボンドで印をつけます。こうすることによってホームポジションから間違えてもバックスペースへ小指で押すことが可能になります。こういう形ですね。で、最初は慣れないうちはこう探るようになると思うんですけど、必ず人差し指はこの J に置いたまま小指でこのボンドの位置を確認して押すようにしてください。慣れるとですね、画面を見ずにバックスペース、間違えてもすぐにバックスペースに小指が移動して消して再入力するようになります。で、こちらは F から A までですね、ホームポジションの位置になります。はい、今回のビデオでは間違えた時素早く修正する方法をお話ししました。それではまた練習をしていきましょう。ありがとうございました。